吉祥山は愛知県新城市と豊橋市にまたがる標高382.5メートルの山。古代人の信仰の対象となっていた山で山独には多数の古墳群がある。北東山腹の新城市柳屋座、今水地内にある鎌倉時代と室町時代に栄えていたと見られる今水寺跡は1978年11月22日に 新城市の史跡の指定を受けている。本寺は、新温州の寺院で本堂に十一面観論が祀られ、その傍らに熊野権現を陳述としていた。戦国時代には、今川義元の保護を得て前世紀を迎え、野田城の戦いの頃に、武田信玄率いる武田軍により焼かれたとも伝えられている。現在は、僧帽等があったと思われる平場が、 山頂に多数点在している。山頂部に奥の院として吉祥店が祀られている祠があることが山名の由来と見られている。古くから燃料として炭や滝に食料として山菜や好みを供給する里山として利用されていた。山頂に山等三角点が設置されている。東山麓にゴルフ場がある。南西山麓に 県企業庁工業団地がある。西山腹に採石場がある。北側には断層帯である中央構造線が通り、その南東側である外体に南側編成帯が帯状に分布し、その特徴となる得意な地質が本山で見られる。山麓部を除き熱よりも圧力を受けてできた編成岩である結晶片岩である核栓石片岩で構成されていて、 山頂部などで観察することができる。愛知県内で比較的稀な核戦石変換で構成され、山頂部でその路頭が顕著に見られることと、北尾根の地域で小規模な須田市の巨木群が自生していることを理由とし、標高300メートル以上の区域10月15日に愛知県吉祥山自然環境保全地域の指定を受けた。希少種の三河舞々の分布が確認されている。 上緑樹のあり同し、西側の山域にて、新城市側の北斜面の多くが、杉と日の木の植林地となっている。豊橋市側の南斜面は、雑木林となっている。赤松に占有されていたが、松枯れにより、少なくなり、繊維が進み、根無の木、日カ木、売り替えで、栗、安倍巻などを交えた小奈良群落に変化している。臨床には、秋の田村草、荒野坊木、 おけら、キッコうはグマ、ミヤマシキミ、こばのがマズミ、こマユミ、きんらん、きいとそなどが見られる。山頂周辺の伐採地の日当たりの良い場所では、タツナミそう、おとのキリンそう、のタムラそなどが生育している。山頂直下の北尾根には小規模なスダジいの群落があり、強硬直径1メートルのスダジいを中心に、スダジい、やま 杉の大木が10本ほど生育している。西に伸びた尾根ではタブノキ、ヤブニッケカゴノキなどの団地製の常緑紅葉樹が多く生育している。東斜面では1996年4月の山火事で消失したエリアでは栗、ゴンズイヤマハギ、クサギ、アカメガシワなどの植生が自然回復してきている。北東山腹には吉祥桜がある。 平成9年度から11年度に、松食い虫や山火事により荒廃した山頂部の南斜面の区域が、ガツの森として、愛知県の生活環境保全林事業として整備された。月の森では、公園のように区画ごとに、保全の森、郷土の森、学習の森、昆虫の森、生産の森、花の森、野鳥の森として、樹木の植栽、遊歩道の整備が行われた。 吉祥山の山頂日帰り登山やハイキングの対象となる山で以下の登山道が整備されている。豊橋市側の南斜面の山域は吉祥山市民触れ合いの森として登山道が整備されて。それで南西山麓には2002年3月に休憩所、トイレ、駐車場が整備された。山頂部の南側は月の森と呼ばれている。 愛知県と静岡県との県境に連なる弓張山地の中山峠付近から豊橋市と新城市の境界となる尾根に隣接する独立峰。南域には豊橋市石巻萩平町あざ吉祥山の地名がある。西山ふもと付近の一部の山域が豊川市金沢町である。周辺の主要な山を下表に示す。 北東側の三瀬名人さんから望む周辺の山左から弓張山地、吉祥山、蓬莱寺山、本宮山、手前に蓬莱こと川の以下の河川の源流となる山で太平洋側の三河湾へ流れる。山域の北側に豊川の本流が流れ、山陸の北側から東側にかけてその支流の売川が流れる。南東山陸に真川が流れ、 四方をこれらの河川に囲まれた山である。山域の南側に、豊川用水東部幹線にが流れ、その大原調整地の北西2 5キロメートルに位置する。南東山麓を通る愛知県道81号、豊橋市も吉田線から望む、吉祥山南山麓に、東名高速道路と愛知県道381号、豊津石巻萩平,平線が通る。南東山麓に、 愛知県道81号豊橋市も吉田線が通る。北、東山6に国道301号が通る。北山6の愛知県道69号、豊橋城本線が通る。山陽は東西にやや長い田円形。山頂部は樹木が切り開かれていて展望が明け、豊橋平野、三河湾、新城市の中心部、奥三河の山々。 その奥に南アルプス、冬晴れの日には富士山が望める。ウィキメディアコモンズには、吉祥山から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。